おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。はい、ソマリさん、あ、ね、はい、ね、なんかこう韓国の大統領ですかね。そうですね、はい、はい、黒い金玉こと、ジョニー・ワリ君ですね。はい。はい。はい、業務妨害。うん。はい。はい。はい。で、韓国のですね、はい、コンビニ。はい。はい。はい、ラーメンぐちゃぐちゃにしてましたが、はい、あれで業務妨害の容疑で、はい、韓国の出国停止処分を食らいまして、はい。はい。はい。まあ、捕まると。はい。逮捕されたんですね。逮捕。今ない。今、その辺のあの、調査をしてるみたいなんですが、はい、はい、はい。はい。前回動画ですね、見たコンビニの騒動は、10月17日だったんですが、はい、はい、はい、改めてちょっと動画見てみましょうか。うん、はい、なんか投げてましたよね、あの汁物。そう、はい、ラーメンですね。うん、うん、汁物というか、はい、Your father was right. Your father was right. まあ、もう大丈夫と思いますけど。はい、ということで。はい、はい。で、これで、うん、出国停止処分になったってことですか。そうですね。はい、はい、はい。うん、で、当時、その行動、この、うん、うん、行動、その映像で撮って、うん、こいつ自身が YouTube のアカウントに載せたっていうところで、はい、警察が、うん、韓国の警察がこの映像を見まして、はい、不法行為だというふうに、まあ、認知しまして、はい、そうですね、はい、捜査に着手したと。はい、はい、はい。で、ソウルのマポ、はい、マポ警察署ってところなんですが、マポ警察署、はい、はい、10月31日に、はい、業務妨害容疑でソマリを立件しまして、はい、捜査中だと、うん、うん、うん、はい、でそれからあのこいつがですね、薬物を使用していたっていう報告も受けて、ああ、そうですか、はい、はい、そちらも、捜査中ってことですね。はい、はい、じゃあもうとっとと捕まえてね、うん、まあ、韓国は捕まえてくれるからいいですね。そうですね、で、あと報道にあったんですが、はい、安倍ちゃんの写真持ってですね、はい、はい、はい、あなたのために韓国人を倒したのはっていう発言でもかなり反感を買ったと。わけわかりませんけど、ね、全然意味わかんない。意味わからへん。はい。で、全体を見てみますと、はい、治安妨害、はい、それから暴行、はい、不法侵入、はい、薬物乱内容、はい、ですね、うん、あたりの複数の、重罪容疑ってことで、うん、うん、はい、起訴されると、はい、最長でひょっとすると10年ぐらいの懲役食らうと。ああ、そうですか、はい。可能性はあるってことですね。うん、うん、うん、はい。ぜひ入っていただいてね。うん。うん、つまり猫ではない。出国禁止だったり、そうそうそう。うん、日本とはちぎりからなくそちり、うん、韓国に輸兵されたみたいですね。うん、南半島、外交官、こいつは、義勇兵だから、最前線で活躍したりして、捕まえてロシア先生に送り、まあ、それは北だからやってんの、うん。ほぼほぼ全滅したって本当にありましたね。一人だけ生き残ったって言ってましたね。一人、はい、で、しかもその一人は、はい、その死んだ仲間の下に隠れてたらしいです。死体の山の中に。それでなんとか助かったぞ。ちょっと怖いな。連れて仲間はどうなったんだろう。ジノってやつですね。多分同じように捜査を受けてると思います。はい、ここまでやらかしてるともはや、無敵状態なのかも。ね、そう、薬物ですね。韓国の元特殊、部隊のやつに、突死されてボッコボコにされてる、動画も上がってました。それ前回やりましたね。はい、なぜ日本でここまでしなかったのか。安倍さんはあんなこと望んでないよ。っていうか、あの安倍をやったのは、安倍ちゃんやったのはあれですからね。あの奈良のあいつですからね。統一教会ね。はい、恨んでるやつですからね。そうそう、統一2世ですからね。はい、はい、韓国はしっかりやるから、うん、まあ、一応ちゃんと捕まえてくれるだけね、うん、まだ良かったですけどね、はい、うん、で、その後のね、うん、はい、その他の動画がありますので、はい、はい、見ていきましょう。あ、そうですか、はい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 、
これがユン・ソンニョルですね。はいはい、うん。大統領ですね。はい、キスした後に日本のビール飲んで。日本のビール飲んだ。はい。これですね。はいはいはい。なんかもう訳わかりませんね。はい。はい、中指縦横くん状態だと。縦横くん状態になって、目の下真っ黒ですよ。性病かなんかで、ね、なんか出てないですかこれ。それね、そう、兄さんが言ってたんですよ。聞いたことないですよ。はい、そして。はい。はい。これはドクトはドクトじゃなくて日本の竹島だと。はいはいはい。ドクトアイランド、竹島アイランド。ジャパンナンバーワン。オッケー、コリアナンバーフィフティ。で、韓国はあの日本や中国より下ですよという発言です。ということを言ってしまったと。はい。まだあります。はい。気持ち悪い男ですね、しかし。うん。これはこいつを扱ったテレビニュースですよね。はい、はい、はい。それをこう画面に映して挑発してる感じですね。はいはい。Oh yes 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 yes。そんなんじゃ病気ですね。だいぶ。で最後にこの曲実昭和天皇。でこの後に言ってたのが、はい、あの日本帝国の復活を望むとかっていう。あ、発言をしていた。だいぶやばいですね。はいはい。捕まりますね、そら。はい。気持ち悪いですね。はい、まあ、最後、もう一個あるんですが、はい、はい。そちら見ましょうかね。はい。ちょっと待ってくださいね。中指立てる。はい。日本は外国人優しすぎます、そうですね。そうですね。黒いから熊が分かんない。正気の目をしてない気がします。ねえ、なんかやばい目ですよね、どう考えても。はい。日本でやるときと同じように韓国でやっていたらごぼうされてましたね。控えめに言ってざまで。そうですね。やばい、ごちそうで小さく。つまりもアジアへの差別意識が、はい、ひどいこと出てますね。それに対してやらないあたり、余計に。勉強はいいことだけど、中途半端に東アジアの情報を教えてる。ね、そうそうそう。半端な感じですけどね。うん、そうそう。一応歴史を調べて、ドクトだとかね、竹島だとかに話をして。まあ言ってなんかちょっとおかしいんですけどね、ちょっと。はい、で、はい、ホテルの襲撃。はい。ホテルの出待ちですね。何の出待ちをしてるんですか？ホテルの出待ち？はい。はい。はいはいはい。あ、つまり、オディガ？オディガ？あ？オディガ？オディガ？オノタマチュ。オディガ？オノタチュ。あ？あ？つまりオディガ？オディガにおる。ん？オディガ？オディガ、おしめ、オディガ。オディガ。オディガ、オディガ。ああ。よ、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 やったのが捕まった。やったのが捕まった。なんでこいつ悪いんだよって言ってるんですね。そんな感じ。こいつがもう訳の分からないやつばっかやってるんだ。言ったんですね。リーダーですか。はい。まあ実際そうなんですよ。まあそうですよ。はい。まあ。はい。っていうことですね。はい。はい。ちなみに先ほど、はい、警察で捕まった方は、はい。はい、不起訴になってますので。あ、そうですか。はい、釈放されてます。はい。そういうとこ韓国すごいですね。うん。うん、はい。で、まあ、この一連の、はい。はい、報道ですね。はい。受けた、韓国のネットユーザーですね。はい。暴行事件が起きる前の段階で韓国社会を侮辱し混乱させた罪で通報するべきだったと。はい。ことが大きくなったのは警察や司法機関のせいでもあるって言ってますが、うん、まあ、十分やったと思いますね。はい。日本は本当何もしなかったですから。はい、はい、はい。
警察が何とかしないと国民が怒りに震えてるのをただ見てるつもりかと、うん、ソマリに韓国の、刑務所を観光させてやらないと、うん、韓国がここまでバカにされる国になったのか、知らない外国人 YouTuber に全国民が翻弄されるなんて、うん、強制出国させ永久に入国禁止、大麦は一体何をしているのか、うん、ソマリを暴行した人たちは愛国者だ、うん、ここは韓国でよかったね、米国なら銃で撃たれていただろうっていうことですね、うんうんうん、まあ、韓国でも警察の対応はまだ遅かったんじゃないかみたいな話をしてるわけですが、まあ、そう思うとね、日本は確か大阪のなんか建設現場かなんかに勝手に入ってっちゃって、うん、不法侵入かなんかでしょっぴかれたんですよ、ね、はい、うんうんうん、あ、そうでしたか、はい、あまりくだらんことしてると、人肉まんじゅうに日本と違って、韓国では黒人への、差別むちゃくちゃ根強い、まあそうですよ、うん、結構あるんですよ黒人差別って、はいはい、笑ってんのがいい、うん、黒人のイメージが悪くなる原因になるし、はっきり言って黒人の恥、うんうん、まあこいつの行動だけ見てるとアパートヘイトもさもありなみたいなね、うん、話に持ってこうとする人たちもいますから、そうですね、うん、もういろんな人にだから迷惑かけてますからね。そうですね。はい。はい。中途半端です。うん、ダサいですね。ダサいのはね、ダサいですよ。捕まった人への保釈金、グラファンで悪に集まったらしいですね。うん、あー、なるほどね。悪に優しさは罪よ。どこでもいいが、スマホの画面、フィルム、貼り方汚ねえ。ね、ガチャガチャに落としてますから、こいつ。配信中に。ねえ。蹴っ飛ばされたりして。あー、もうボロボロなんですね。うん、そう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 。はい、はい、日本では黒い金玉ですが、はい、韓国ではですね、はい、黄金ゴブリンっていうあだ名がついて、はい、はい、上昇されてると、はい、何ですかね、ゴブリンって、ゴブリンって、まあ、醜い鬼ですね。あー、そうですか、はい、韓国ではですね、はい、配信者がこの黒金さんを暴行する、はいはい、と、はい、それを配信で見せるとですね、投げ銭と視聴回数を稼げるボーナスタイムになってると。あー、そうですか、なので、まあ、ドラクエで言うと、うん、ドラクエで言うとメタルスライムっていう、その、うん、まあ、倒すといっぱい経験値ってのがもらえるレアモンスターがいるんですが、はい、まあ、それ扱いになってるとですね、まあ、狩猟対象になってると、うん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 、まあ、指名手配みたいな雰囲気が漂ってるってことですよね。そうですね、日本だと八田余一でしたっけ、はい、はいはい、はい、ひき逃げ犯ですよね、はい、ストパボをしてる、どうやってんですかね、あいつは、あいつなんか、はい、なんかね、昨日ね、名古屋のなんか飲食店に、はいはい、窃盗に入って防犯カメラ映ってたのがそいつにそっくりだっつって、そうですか、懸賞金800万なんですよ、はいはい、はい、なんで、そういう、みんなすんごい、あ、もうあれ、そうそう、だから40人ぐらい今ちょっと私も探しに行こうかな、そしたら。まあ、確か本当に似てましたけどね。あった、よいち。まあ、それレベルだってことですね。呼びたいですね、大声で。よいちって、はいって、間違えて返事するかもしれませんからね、向こうも。で、まあ、前回もやったほら、苦々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 、韓国の中では、もう知らない程度なら問題ねえんじゃねえかなっていう認識になってる可能性があるんですね。ね、そうですね。で、まあ、今後どうなるかですね、うん、釈放されて、はい、追い出されて、はい、まあ、やっぱり入国禁止になるのか、うん、あるいは実刑食らうのかってところですね。はいはい、ただ、まあ、死ぬのはまだまだ先っていう。そうです、まだまだでしょうね。ソマリチャレンジ。ね、うん、うん、世界的に警察が甘いところを選んでいる、線もありそう、うんうん、まあ、その辺の小賢しいことは考えそうですけどね、うんうん、メタルスライムではぐはぐれメタルですね、うん、韓国のみんな収益しようぜ、ね、バウンティーハンターが名古屋に、うん、集結、そう、いや、なんか、例えばもう、だって八田よい、八田さんがね、あ、いた、八田さんっていうのを数人が見つけてね、うん、もう八田の取り合いなんじゃないですか、わしが見つけて、いや、俺、わしが先やった言うてね、そこでもう、揉め事が起こりそう、逆に。まあまあ、山分けでいいんじゃないですか。うんうん、はい、有益な情報で、はい、犯人逮捕につながった人に対しての800万なので、うんうん、はい、はい。捕まえたやつじゃないですか。私人逮捕で、どうなるかわかんないです、はい。あ、そうですか。はい、ただ、はい、もう、その、昨日の時点でもう、縄にいるはずねえんです。じゃ、ちょっと京都あたりに行っていただいてね。うん、あのね、おそらく、うん、その大都市で人に紛れるっていう
子とか、はい、ものすごいど田舎で、はい、人に合わない生活をしてるのは、多分極端なところだと思うんですよ。大都市の方が分かりにくいと思いますよ。うん、さすがに、うん、まあ、だから名古屋にいたのかもしれないですし、うん、でもう名古屋から絶対出てるんですよ、うん、当たり前じゃないですか、ね、そんなの危なすぎますから。だからといって、うん、ね、あの岐阜県行ったり、はい、岐阜羽島行ったら行ったり米原に行く可能性もないと思いますからね。でその可能性も実はあるんです、うん、だから、うん、あの全く人に会わない場所に。あ、じゃあその新幹線のあのほら、うん、イギリスのね、はい、英語のね、講師の人をやっちゃって、逃げたやついたじゃないですか、整形しながら。あ、はい、なんとか。あいつなんかは、なんとか。あい、そうそう、はい、あいつなんかは沖縄の離島で、無人島に行って、しばらく生活したとかっていうのがありましたから。無人島かな。だから、それね、はい、そういうの繰り返してる感じだと思うんですよ。はいはい。いや、なんかもう、ちょっとね、面白いですけどね、なんか。38度線チャレンジとかせんから、仕事の合間に、あったさし。実際、宿泊した人が、配信開始で、即収益したそうですね。つまり、非武装地一帯で、もう何かやりそうですね。まあ、どうなんですかね。あ、そうそう、なんかどっかの港町で見つかって。民税アンフォーカーさんでしたっけ。どっかの、うん、九州ですか。そう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 。捕まったな、九州。うん、九州フェリーだかで、どっか渡るのを、ま、待ってたフェリー。うん、あ、そうか。待合室だかで捕まったんですね。こっちに来ないかな、九州。可能性ありますよ。はい、大都市転々とするなら、はい、札幌か九州の可能性ありますよね。うんうんうん、福岡とかだったり。ね、はい、はい。名古屋から、多分ね、大阪、京都、はい、あるいはその関東の方に行くかさ、行かないと思うんですけどね。もう、やっぱ顔を変えるっていうことっていうのはできないですかね。耳がね、特徴的なんですよ。あ、そうなんですか。はい、耳が特徴的っていうのは、歪んでるとか、そうです。柔道とかなんかやってた人って。いやいや、そういう、なんていうでしょう、餃子耳じゃなくてですね。はい、はい。まあ、ちょっと特殊な、左右で全然耳の形が違うっていう。そう、市橋だったやつですね。市橋じゃなくて市橋ですね。はい、はい。はい、ただ意外と、懸賞金がついた事件って、有力な情報を提供してもらえなかったりするらしいです。当時近所だったから、難航で見つかったって聞いた時は要塞だった、ただ高飛びは、大体成功しないですよね、ねえ、色仕掛けで近づいていってね、はい、危ないですよ、通報するあったりですか。声かけた時点ですぐ逃げると思いますよ。あ、そうですか。八田さんって言わないでしょ、そら言わなくてもただ高飛びは、これ言ったね、名古屋からは北海道行きフェリー出てるので札幌までね、はい、イッチーはファンの女そんないるんですか、ファンなんか市橋、うん、街の防犯カメラとかで耳の分析、AI の機能とかあればいいんだ、うん、まあちょっとそこまで解像度高くないからね。そう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 、中国ですらね、うん、無理みたいな。あ、そうですね。はったってこの事件の前にも逮捕の経験が、うん、経歴があるので、両親の戸籍で前科者ですか。そうそうそうな、うん、この間にヤンマイトみたいに、友人が通うことがあればいいんですよね。ニュースを見てると石橋達也ばりの、ナルシストかも、うん、かなり、元々の友人が生命力の強い男だっつって言う。どこでも生きていけるっつって。ああ、そうですか。そう。金に執着し、あまりしゃあないし。はい。はい。で、要するに、悪いことをしてでも、生活を維持できるっていうふうに考えてるやつなんで。うわぁ、すごいですね。だから根っからの本当なんか、やっぱりネジがぶっ飛んでるやつみたいですね。っていうのを友達が言ってるんですか。そうそうそう。間違いないですね。うん。毎週、病気持ち、売りたちにも仕事させるんだ。市橋は整形してまで逃げてました。そうですね。自分で唇を切ってましたからね、市橋は。そうですか。うん、そういうのに、ハサミで。タラボをタラボに唇にしてたんですか。そう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 。唇厚くしたいっちゃう。ねえ、自分正当化強そうだもん。そうですね。昭和の事件簿で時効寸前に逮捕されたホステスの、あ、福田和子。あー、福田和子。うん。うん、飲食店の、通報です。うわぁ、そういえばそんな人いましたね。ゴキブリみたいな。福田さん。そう、ゴキブリみたいな生命力持ってるらしいです。価値観として。
いやでもまあそう逃げていく人ってそうなんでしょうねきっと、うん、そうそうそう、そういう DNA がね入ってるんでしょうね、うん、ハッタは偉人の名前をつけて、もらったことで人生変わったのかな、うん、ふるねっていう話もありますけどね、ちょんじゃねえかって、うん、言われてます、はいはい、ネジが飛んでるのに、ええ感じって、セミリバすごいのは、同じことあるんです。まあ、沖縄のあの親もそうですからね。福田和子はあれでしたっけ、時効までもう少しで、あと1週間がところでしたっけ、もうすぐ。それぐらいの短い、ギリギリのところで捕まったって言ってました。はいはい、ギリギリでしたね。うん、福田和子さん。はい。まあ、ちょっと話を戻していきたいと、はい、しえますが、はい。はい、ソマリ君は、はい。はい。まあ、実家クラウドは一番いいかなと思います。ちょっと楽しみにしておきたいと思いますね、はい、今後、はい。はい。で、その後、懲りずに中国から、どっかで渡って、うん、バラバラにされるっていうのは。中国危ないですね。めちゃくちゃ、はい。ってことです、ね。はい。はい。わかりました。はい。じゃあ、一回休憩をちょっと入れます。はい。はい、最後までご視聴いただき、ありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。